はいどうもーこんばんは、競馬 V でございまーす。はーい、今日ね、12月の30日ということで、こ、えー、今年最後の動画になるんですけども、とりあえず、えー、乾杯しましょう。はーい、えー、各ハイボールで乾杯しましょう。とりあえず皆さん、えー、ビールでも何でもいいので持ってください。乾杯 もうい何な,な,んなんやっていうことなんですけども、うん、まあ、とりあえず今年ね、えー、なんとか競馬のね、YouTube、えー、続けられたことは、本当に皆さんのおかげでありましたということで、ここの場を借りて、えー、今年し1年、本当に、えー、皆さんありがとうございました。あの ご視聴の方ね、してくれた方、えー、チャンネル登録してくれた方、えー、コメントくれた方、高評価をしてくれた方、本当にね、えー、皆さんのおかげで、もう僕のね、やる気につながっているんで、動画の方も出すことができました、はい競馬のね、内容的には、ことしちょっとおまけか、まあ、ほんまにトントンぐらいちゃうかなと思ってます。 うんまあ、ちょっと帳望をつけていないのでね、あのー、どうかなと思うんですけども、まあ、今年の反省点なんですけども、まあ、2020年はうーん何やろうな結構ブレブレなとこもあったかなと、えー、本来僕はワイド、えー、そして三連服が結構多い、えー、買い方の人間なんですけども 長所、えー、って馬連とかね、えー、三連服とか結構馬炭とか買ったりした時の分で結構、まあ、当たってる面はあったんですけども外れてることがやっぱ多かったので、まあ、その辺ワイドにしてたら当たってたのになっていう面が結構あったのでやはりもう自分のね、えー、持ち味というか自分のスタイルの買い方を崩すことはやっぱり。 えー、あんまり良くないなと思いました。よっぽど硬いレースでね、もうここはもう悔いないというところはね、えー、生まれん馬タン3、えー、連複3連単っていうのを買ってもするんですけども、まあ最近結構生まれんも美味しいなと、えー、思う今日この頃ですわ。うん。 まあワイドでも美味しいんですけどもやっぱね、硬いレースでワイド取ってもやっぱ、鳥がなったりトントンになったりするんで、ワイドで取るんやったらやっぱトリプル取りないし、ダブル取りは最低限しないとなとは思っております、はいまあ、その辺ね、反省としてはもう自分のスタイルをちょっと崩してしまって、ちょっとやっぱ負けがあったかなということが、今回、反省点かなと思ってます。ちょょっとみましょうか はい。そして、えー、来年、えー、2021年なんですけども、まあ、より一層、えー、予想の方をパワーアップさせて、えー、まあ、回収率と適中率を当然、えー、来年は上げていこうかなと、えー、それをするためには、やはり、えー、安易な買い方、えー、考え方ではなく、ちゃんともう一度ね、今まで新聞見る、えー、死ぬほど見たりしてたんですけど、情報とかね、 取り入れたりしてたんですけど、それのまだまだ強化していこうかなと、はい、もっと見るとこないか、もっと見落としとうとこないかという面をね、ちょっと強化していこうと、正直思ってます、それと、あのー、来年また、前まで、2年前ぐらいまでずっとあのー、競馬のね、収支の帳簿つけてたんで、それをね、また再開しようかなと、はい、思ってます。ももうね金額もあのー まあ、春レースもあればまあ、安く行くレースもあると思うんですけどももうほんまに、ね、自分らしい金額で行こうかなと思ってます1ビた金額はねまあ勝負行くとか行くんですけども極力抑えて、えー、自分本来の、えー、負けても痛くない程度ぐらいでねやっていこうと思ってますやっぱりしがない、えー、金のないサラリーマンですからその辺はやっぱもうほんまね一般の世間のみんなと一緒の、えー、レベルというかまあ 何十万っていうのをかけれないんで、さすがに、よう言ってもね、もう大きくても五千六千とかなってくると思うんですけども、まあ、それでも、回収率と適中率を上げれば、もう勝てるというところをね、来年は見据えてやりたいなと、はい、思っております。そして、えー、来年、えー、一応50、五十万、貯めたいなと思ってます。五十万貯める、大変やなと、えー、正直思っておるんですけども、 その50万を貯めてですね、まあ、できたら50万以上あった方がいいんですけど、一口話を、えー、やってみたいなと正直思っております、まあ、前から言ってたんですけども、なかなかやっぱ貯まるもんじゃないですよね、えー、馬券でそんだけたまやってたら、みんな働かんでええやんけってなってきますから、<laughs> まあそれでも、えー、ちょこちょこちっちゃい金額でもいいんで、もう確実にやってて、確実にプラスにしていく、えー、方式でいったのかなと。 まあそんな人とっても穴来たら終わり穴,穴よくは本命来たら終わりなんやけど、まあ、当たらない意味ないなということなんで、えー、来年はね帳簿をつけるそしてプ、えー、ラス50万にする、えー、バヌーシーになると。 バヌーシでもほんま一口話でめちゃくちゃ安いバヌシですよ。あの、世間一般のなんか一口に何百万とかするようなバヌシじゃないので、一口バヌシですよ。うん。なんで、もうちょっとでもいいんで、そういう面白い、携わりたいなと思ってたんで、そのね、 えー、三つを、えー、やっていこうかなと。あと、まあ、時間があればなんですけど、ほんま最近時間がね、なかったんであれなんですけど、もうちょっと動画に、えー、編集の力、えー、入れたいなと思っているんですけど、これがまためんどくさいんですよね。動画に字入れたり、えー、画像入れたりするのも結構めんどくさいんですけども、まあ、 あのー、極力時間が許す限りはあのー、ちょっと気合も手抜かんと、ね、動画に力を入れたいなと思っておるので編集の方にも1、はい、つそれで、ね、来年も、えー、k 馬 v 頑張っていきたいなと思っておりますので本当に皆さん、今年1年ありがとうございました来年も、ねえー、さらに、えー、パワーアップして帰っていきたいなと思っておりますので応援の方よろしくお願いします。 ちょっとでも応援したるわっていう人はチャンネル登録。えー、お前もう心配やからもう今後見とったるわっていう人は、えー、高評価。そして、えー、お前にほんま散々やわ。もう飽きたでっていう人はコメントください。はい。ということで、来年もね、競馬を楽しんで、もう来年一発目は金牌。もう僕結構金牌は自信あるんでね、毎年。で、当たってる実績もあるんで、そこは期待してください。それじゃあ、今年一年ありがとうございました。来年もみんなで、ね、 楽しい競馬、コロナを吹き飛ばして、競馬を楽しんでいきましょう来年もよろしくなブイブーイ,ブイありがとう